やっほーいと、お疲れ様よー。スイカゲームの大収穫祭に出てまいりました。終了しました。お久しぶりなインスタライブかもしれないね。皆さんお元気してましたか？やっほー、こんにちは、こんにちは、こんにちは、やーやーやー、こんにちは。そう、さっきまでこうボン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 っていうヘアスタイルをしていたんですが、イベントではまとめてみました、2つに。ねえ、外暑いですね、ほんと暑い。サスケ出るってほんまですか？どこからそんな情報が出てるんですかね。サスケ出る感じに見えたのかな。多分私は一生出ないと思うな、今世紀では。あればもしかしたら出るかもしれないんですけど、今世紀では予定ないと思います。さあ皆さん、もう見ていただいたのでしょうか。25周年といえ、それはそうでしょう。25周年企画の企画とか言って、サスケに出まーすって言ってそれは本当にビッグサプライズかもしれない、ある意味。けど出ないんだな。さあさあさあ皆さん、私もうあと数日だね。7月の31日にニューシングルが配信されるんですが、タイトル、クラップクラップっていうね、新曲であるんですけれども、皆さんその情報はもう知ってるかなとは思うんですが、むしろ知っててほしい、知らなかった人も今知ってほしいっていう感じなんですけれども、クラップクラップ、7月31日にリリースになるのと同時に、ミュージックビデオが同日に、ABEX の YouTube チャンネルの方でフルが解禁になるということなんですが、もうね、すでにサビの部分がABEX の YouTube チャンネルの方でもう見れるっていう感じなんですけれども、皆さん知ってました？少し見たよ。そうそう、 ABEX の方の YouTube チャンネルでそのいわゆるスポット的な感覚のティザーのサイズが見れるんですよ。見れるんですよって言ってもね、私ちょっと今真っ黒なんであれなんですけど。見れちゃうんですよ。ちょっと見てみます？見れるかな。さあ、これ再生して平気なんですかね。はい、これ音ありでいいんですか？音ありで大丈夫です。じゃあ見てみますか。ちょっと音ちっちゃいかも。こんな感じで初めて見たらかっこいい。ありがとうございます。そう、クラップクラップっていうねニューシングルが13年ぶりなんです。実は13年ぶりに、25周年おめでとうという感じでね、シングルを配信するよっていう形になってますので、特典とかあるかな。クラップクラップについては配信リリースになるので特典とかじゃないんだけど、実は9月の4日に
9月4日にクラップクラップを入れたミニアルバムがリリースされるんです。リリースされちゃう。結構ね、あのそっちのアルバムの方に特典がいっぱい入ってて、初回限定版みたいなものをね購入してもらえたら、多分今楽天とかそこで申し込めるのかな、買えるのかな、はい、買えるんだけど、その中にまああれが入ってたりこれが入ってたりみたいな、こんなものがたくさん入ってたりっていう感じなんだけど、それとはまた別にプレミアムリリースイベントっていうものが別の日にまたあるんだけど、それにまあ先着で、はい、その特典版を買ってもらって申し込んだ人の中の先着でそのリリーベ招待するよという特典がついております。なのでそれさえ買って抽選で当たってしまえばもはや無料でライブが見れるっていうこと。そうですね。おおつって楽天ブックスさんから楽天ブックスさんの方から、言えてなかったけど楽天ブックスさんの方から購入できるみたいよ。限定になりますね。限定、限定なんですよ。先着、そう先着です。だから買ってもらった人が全員が全員入れるっていうわけではないんだよね。早めに申し込んだ、早めに、だからもう買ってすぐに申し込んだ方が先着になるので、はい、今の時点でもう申し込みは始まってます。そうそうなんです。なので申し込みがもう始まってるので、そこでちょっとどうにかこうにかゲットしてもらえたらいいな。何名当たるの？会場の箱があそこだからつって、まあ1公演2公演あるのかなってことを計算して、うん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 みたいなまあ5人ってわけじゃないけど、もっとたくさん入れるんですけど、まあ特別感があるね感じの、ちょっと割とミニマムな感じのイベントは予定してるんだけど、そこでね皆さんが先着で当たってくれたら私は嬉しいぞと。いや今回のアルバムめちゃくちゃいいよね。めちゃくちゃいい。いやわかんない、どうだろう、私はめちゃくちゃいいと思ってる。急にめちゃくちゃいいですよね曲順も結構こだわりましたよね。そう、曲順も結構考えに考えて曲順を作ってみたりとか、あとはね、今までその私をずっと応援してくれている方々からしたら、え、こんな歌歌うのっていうような、ちょっとなんか新しい雰囲気を感じるような曲たちになってるかもしれないかな。うん、あの曲すごい好きだなっていう曲は見つかるかも。バリエーションが、ね、うん、バリエーションが本当に広い。バリエーションが自分で歌っててもすごい楽しかった。なので皆さんにね早く聴いてもらいたいなと思うんですが、それが、9月4日のアルバムね。はい、ごちゃまぜラブとかいう曲はない。それはあるんですよ、あるんですよ、そういう楽曲あるんです、あるんだけど、それはもう相当もう二十何年前とかのつんくさんがね私に作ってくれた曲ですよね。そう、そういう曲じゃないのもうなんか歌詞を見てても楽しいし、もちろんなんかその曲聴いててもちょっと上がるしっていうような楽曲が結構あります。でツアーがそのアルバムを引っ提げてみたいな感じのイメージももちろんしてるんですが、なんせ私25周年記念になるのでデビューしてね、なのでその25周年にふさわしいような
ライブが見せれたらなとは思ってはいるんですけれども、皆さんはどういうものを期待してますかね。ねえ、どんなものを期待してますか。どうです、どういうライブが見たい、みんなは。それをやるわけじゃないけどね。一応ね、参考までに聞きたいなっていう。そういう感じなんだけど、ガタメキラ、それ私の曲じゃないやんけ。ガタメキラみたいなね、愛してるからバージューってね、踊ったよ、歌ったよ、過去は歌ったけど、ガタメキラじゃないの、そこじゃないんですよ。私も好きですよ、太夫とシスコムーン、 T&C ボンバー好きですよ、大好きだけど違うんです、私の25周年だから。ごっちんのターニングポイント的な曲のメドレーとか。それも考えた、考えたけど、そうじゃないの、そうじゃないんです。私はね、どちらかというと最近自分で思ってるし、周りからも言われて思うんだけど、過去は振り返らない。かっこいい。なんか前に向かってる感じ、そんな感じっぽい、最近の自分はそういう感じのやつなんだけど、でもね、でもね、ある設定を作ってるんです、今回いろいろと。そのクラップクラップのそのビジュアルのジャケットから、まあこれからね出ていくようなものもそう、ライブもそうだし、あとは今回のライブのキービジュアルもそうだし、そのプレイヤーのアルバムのねジャケットも全部含めてそうなんだけど、ある設定を作っていて、その設定を表現するようなジャケだったりとかビジュアルにとりあえず今してるんですよ。でそれが今回その9月の16日の兵庫だったり21日の東京公演で、そのライブでね、表現をなんとかできたらいいなと思いながら考えてるんですよ。だそれもセットリストにちょっとその考えを入れてみたりとかいろいろしてるんだけど、まあ現実問題ね、叶うものと叶わないものいろいろあると思うので、できる限り叶える方向でやっていきたいなっていうね気持ちではありますね。プレイヤーは青やろ、まあまあそうね、あのジャケは青だけど、まあ、色味の問題ではないかもしれないな、色味ではない。コメントで、うん、今日の髪型もヒントになりますかって来てますけど、今日の髪型もヒントになると思ったら大間違いだ。今日は全然違 う、 もうスイカのね、スイカゲームの大収穫祭仕様なので、それがちょっとアレンジされてこうなってるっていうだけなので、ちょっと今回のアルバムだったりとかは全然違うかもしれないんだけど、でも今回そうやって意味を持ってこうファンのみんながこう一個一個手にしたり見たりとかするようなものをこう見ながらこう辿っていけるような内容物だったらいいなと思って、内容物考えてはいますよ。うん、メイクが関係あるか、メイクとかそういう問題じゃないかな。だから今ね、その ABEX の YouTube チャンネルにサビの部分だけクラップクラップが見れるじゃない、私の新曲が。だからそれを見てもらっても、まあすんごい考えて、すんごい考えて、私と同じ脳みそのあれになれば理解できるけど、ちょっとねその後をね見ていかないと分かんないかもね。サビだけじゃ、サビだけじゃちょっと分かんないかもね。やっぱアルバムまで続いてますよね、その MV の流れはね。なんでアルバムからのライブみたいなが続いてるようなイメージかなって思いますよ。むずい、そうむずいですよね。でも単純なことなんです、答えは。そう、25周年っていうのがキーワードなんで、その25周年っていうのを頭に1個ドデーンって置いてたら
謎が全て解けそうな感じにはなりますね。そしてさっきも言った通り、過去を振り返るのは普段しないけど、私はまあ前を向くっていうような形でやってるけど、まあ25周年なのってっていうのを頭に入れれば、シュ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 、謎は全て解けたみたいになるかもしれない。大抵プリーズゴーン聞きたい？ダンストップだよね。はい、そろそろやめろと。指示出しが出ておりますが、はいはい、そうなのです。そして私あの TikTok を始めてるんですよ、ちょっと前から。なのであの皆さんまだフォローしてくれてないよって方がいましたら、ぜひフォローしてください。そして今から私は TikTok ライブに向かいます。なので皆さんちょっと時間があるぞって方は TikTok の方にも遊びに来てくれると嬉しいです。というわけでまたまた次の機会にお会いしましょう。というわけでさよなら、さよなら。